はいどうも、ブラッドです。今日から GM ミーティングということで、ペリーミナシアン GM がメディア対応を行いましたので、それについてお話ししていきます。昨日の動画で候補に上がっているとお伝えしていたロン・ワシントンと本日面接をしています。現状最終候補に上がっている名前としては、このワシントンとショーウォルター、この2人。ただまだ他の可能性も残ってます。ちなみにミナシアン GM はこの2人と関係があって、ミナシアンがブレーブスのスカウトを務めていた時にコーチとしてワシントンが、そしてミナシアンがレンジャーズのフロントにいた時に監督がショーウォルターでした。そういう関係性も踏まえると、もうこの2人のどっちかじゃないかなというふうには見えますけどね。ただジ・アスレチックの記事によると、最終決定権はモレのオーナーであるとしています。まあこれは皆さんの想像通りでしょうね。ちなみに今日ミナシアン GM は、存在感とクラブハウスを仕切れる監督を探していると、レンジャーズのブルース・ボーチー監督を例えに出して話していました。また監督経験の有無についてですが、経験は必ずしも重視しない、未経験で成功する監督もいるからねとしています。続いて大谷選手についてですが、具体的には何も語りませんでした。まあこれはいつも通りですね。ただ大谷選手の決定を待つことでエンゼルスに不都合はあるのかという質問に対して、一人の選手でオフシーズンを決めることはない、プランはいくつもあると話しています。続いてコーチについてです。ミナシアン GM からストレングス&コンディショニングコーチの2人を変えると話がありました。後任はまだ決まっていません。まあ今シーズン非常に IL が多かったということで、中には当然避けられなかったプレー中の怪我もありましたけれども、例えば脇腹の張りとかコンディショニングで防げたところもあったのではないかということで決断したんでしょう。これがいい方向に変わってくれることを祈っています。そして本日マーカス・テイムズバッティングコーチ、そしてドリュー・ブテラブルペン捕手がホワイトソックスに移っています。先日ワイズピッチングコーチが行ったのもホワイトソックスでしたね。まあ次々とコーチが移るわけですけど、これはしょうがないですね。監督が決まっていない以上、現状のコーチはチューブラリンの状態なので、もうどこか行けるところがあったら行っていいですよと、もう球団から伝えてありました。ただこれだけ一つの球団に固まるっていうことは想像してなかったんで、来季はホワイトソックスの成績もちょっと気になりますね。コーチたちみんな頑張ってほしいと思います。続いてドムチティが来季マイナーのピッチングコーディネーターとしてエンゼルスの組織に戻ってきたんですけれども、このことについてミナシアン GM はマイナーのピッチングプログラムを変える必要があるからと話しています。またメジャーのピッチングプログラムについては、新しい監督とピッチングコーチが決まってからになるだろうと話しています。その他ミナシアンの発言です。スタッシーは来季復帰する予定で、彼のように投手陣をコントロールできるベテラン捕手がいることはとても大きいと話しています。これは先日スタッシーの代理人の話としてお伝えしましたけれども、改めて GM の口からも説明がありました。本当良かったですね。そしてトラウトとレンドンは健康で、来季スプリングトレーニングにはチームに帯同できる見込みだと話しています。また今季の贅沢税を超えているかどうかはまだ分かっていません。いつかの報道で12月に分かるって見たんで、判明するまではもうちょっとかかりそうですね。で最後、先日タミン GM 補佐が対談しましたけれども、後任は決まっていません。 GM 補佐はチームによっては4人据えてるとこもあるっていうんで、早く見つけてほしいですし、数も増やせるといいんですけどね。まあとにかく去年と同じ、まずは1人、早くいいパートナーを探してほしいなと思います。はい、ということで今回のエンゼルス情報以上となります。ご視聴誠にありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。レッツゴーエンジェロー、さよなら、バイバイ。